はい、皆さんこんにちは。今日はですね、久々の世界のお料理スペイン風おじやをやります。アサリとナバナのメロッソ、メロッソドゥパルード、パルードっていうのはアサリのことです。ドゥフルードゥコルザね、ナバナのことをコルザって言います。材料です。アサリね、ナバナです。そしてお米はあの国産のを使います。そしてお湯を用意しておきます。玉ねぎの、みじん切り、ピーマン、ニンニク、鷹の爪、ケチャップ、オリーブオイル、塩コショウ、白いコショウです。まずナバナをカットします。茎をちょっと1センチぐらいですかね、よっこしょ。あと上の方はちょっと気持ち長めにカットしておきます。よく水洗いしております。はい、ピーマンは種を取っております。はい、ピーマンもみじん切りにします。よいしょ。あの、あ、粗い感じでみじん切りというよりは、まあ、でですかね。押してあげて。よいしょ。よいしょ。はい。そして、ニンニクは、包丁のこの厚いところで、潰しておきます。中に、あの、芽がありますので、芽は取っておいてください。はい。そして、鷹の爪は、中の種をよく取っておいてください。はい、それでは玉ねぎを炒めます。最初は強火で、まずオリーブオイルを入れます。ね、スペインはね、パエラね、有名ですよね。これはあのおじや風なの でこれはですね、あの色をつけたくないので、フライパンが温まる前に材料を全部入れます。玉ねぎです。ピーマン、ニンニクの潰したの、鷹の爪。はい、これをじっくり色をつけないでください。じっくりと、まあ玉ねぎの甘みがを出すっていう感じですね。はい、弱火からじっくりと焼き上げます。はい、ね、こうやって弱火から色をつけないで、これで塩を少しします。そしてケチャップを入れてあげて、味をなじませますね。最初にね、ケチャップ入れます。ケチャップがなじみましたら、すかさずお米を入れます。はい、ここでね、ざーっとこう煽ってあげてください。いるとね、香りが、向こうのお米はね、本当あのパスタみたいで、あの粘りが出ないで、日本のねお米使うとちょっとね粘りが出ますので、ちょっとこうやって炒めてあげて、で炒まりましたら、分量のお湯を入れてください。で、ここにあのお湯をもう一回用意しておいて、煮詰まってきたらお湯を足しながら一度沸騰させて、それから中火で8分煮込みます。沸騰するまでお待ちください。はい、皆さん沸騰してきました。そうしましたら中火にしまして、中火で蓋をしないで8分煮込みます。8分お待ちください。はい、皆さんほぼ8分経ちましたね。いい感じです。そうしましたらね、ここにまずよくあの砂出ししたアサリを入れます。で、ここでアサリを煮て、ちょっと一度温度下がりますので強火に戻してください。そしてアサリが口開いたら、ナバナを入れて、で、皆さん、ちょっとこう、だいぶ、煮詰まってきますよね。そしたら、お湯を足してあげてください。
はい、一度沸騰しましたのでまた中火に戻します。そしてアサリの口が開くのを待ちます。はい、皆さんポン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 来てます。はい、そうしましたら最後仕上げに菜花を入れます。はい、ここでよく混ぜてあげてください。ここでね、だいぶ水分が、まあ、菜花からもね水分が出ますので、はい、また温度が下がりますので強火に戻してください。まあ、それで菜花はね本当にさーっと火が通って OK なので、皆さんこれでね汁気が欲しければ、お湯を足して、まあ、このぐらいのねリゾット感覚でよければ、このままでいきます。じゃあ味を見ます。お、辛っ。鷹の爪ね、辛いと半分ぐらいで結構ピリピリ。ちょっともうほんの少し塩コショウです。あ、コショウいらないですね。ピリピリってますので。はい、完全にね、アサリも口を開いて、ね、菜花もね、これぐらいが。はい、それでは盛り付けまーす。はい、皆さんね、もっとね、お粥っぽくしたければ、お湯を足してください。で、大体お米はね、大体12、3分で火が通りますので、まあ、アルデンテとかね、皆さんの、ご希望があれば、それは手前であげるとか、調整してみてください。はい、いい感じで、僕はこれぐらいが、いいと思います。アサリと菜花のメロッソ、はい、出来上がりです。最初アサリを外して引き返していただきます。アサリと菜花もね、これぐらいの茹でぐらいがいい感じですよね。じゃあいただきます。鷹の爪来てます。まあ、鷹の爪自信のない方は半分ぐらいにでも十分で、ご飯もアルデンテでなかなかこのおじらなかなかいけてますよ。皆さんなんかこれだけ辛いと結構元気が出ますね。汗が出てきます。やっぱアサリを入れるとね、旨味が全然違います。まあ、簡単にできて、スペインのメレッソ、ダブルグッドです。今日はお住まいは、スペインのカソニーナ地方でございます。アナヨンシャルドネ。アナヨンシャルドネでございます。ああ、フルーティーで、なんかパイナップルの香りが若干いたします。なかなか。このピリッと辛い、リゾットには合うと思います。グーです。